カーニバルは韓国のキアが生産する MPV である。海外市場ではセドナの名で販売される。1998年登場。全長約4.9メートルの大柄な MPV である。カーニバルの名称は韓国、欧州、豪州などで用いられ、北米及び英国ではセドナの名称で販売された。搭載されたエンジンは 2497cc の V6DOHC で5段マニュアルもしくは4段オートマティックが組み合わせた。また、マレーシアでは、キアの販売を行っているナザで生産され、ナザリアの名称で国産車として販売されている。なお、韓国ではマイナーチェンジでカーニバル2の名称になっている。日本では2000年版の輸入車ガイドブックに、 輸入予定車種として掲載されたが、結局導入されなかった。ロングホイールベース版2005年2月のシカゴモーターショーで新型セトナとして世界初公開され、その後韓国でグランドカーニバルとして発売開始、北米でも2006年2月に発売された。北米市場の試行に合わせて全長は約5.1メートルとさらに大きくなり、北米版 ホンダオデッセイ、トヨタシエナ、日産、クエストに匹敵する大型 MPV となった。エンジンは、韓国使用者は2.9リットルのコモンレールディーゼルエンジンを、北米使用者は V 型6気筒3.8リットルのガソリンエンジンを搭載する。韓国使用者では4列シート11人乗りというレイアウトを取っているが、これは韓国内の税法が9人乗り以上を、 乗り合い車とする放棄に変わったための措置である。そのため、韓国内では、バスとして扱われ、バス専用車線を走行することも可能である。現代自動車からも姉妹車のヒュンダイアントラージュが2006年2月のシカゴモーターショーで発表され、同年4月から発売が開始された。ただしこちらは北米のみの専売車種となる。また、米国運輸省道路交通安全局により、 実施されている、ンキャップで最高の5つ星の評価を得た。ショートホイールベース版韓国で2006年1月24日に新型カーニバルとして発表。その後、3月のジュネーブモーターショーで欧州デビューを果たす。英国では、仙台同様、セトナの名称が使用される。こちらは、欧州市場向けに全長を約4.8メートル程度に収めた。 中型 MPV である。エンジンは2.9リットルのコモンデルディーゼルエンジンと V 型6気筒2.7リットルのガソリンエンジンが用意される。9年ぶりのフルモデルチェンジとなる今回は4年4ヶ月の時間と3500億ウォンの費用をかけて開発されたニューヨークモーターショー2014で新型セドナとしてワールドプレミア。フロントは 近年のキアのデザインアイコン、タイガーノーズグリルを大型、直立化したものが採用され、新開発となるプラットフォームは、ホイールベースを仙台比でプラス 40mm として、居住性を高めるとともに、車体全体の76%に高張力鋼を使用することで剛性を36%引き上げた。北米仕様は三列シート仕様の7、8人乗りとなり、エンジンは、 先代の3.5リットル V6 から新開発の3.3リットル V6 グディに変更された。市販仕様については、まず、韓国で2014年5月22日に発表、発売開始された。同仕様は2.2リットル VGT ディーゼルエンジンのみの設定となり、4列、2から2から2から3ゲイアウトの9人乗りとバスレーンも、走行可能な4列。 二から三から三から三イアウトの11人乗りの二種を用意されたが、後に二から二から三イアウトの七人乗り、リムジンも登場したため、計算種となった。前に使用については四列目の格納方法を改良することで、六人内しは八人乗車時で、仙台比二倍以上となる546リットルの加湿空間を確保した。オーストラリアにおいては、 安価かつ頑丈な他人数車として人気があり、2016ドライブカーオブザイヤーアワードにおいてベストピープルムーバーに選ばれている。2020年6月韓国にて発表。同年7月28日より事前契約を開始、翌8月18日に発売した。6年ぶりのフルモデルチェンジとなった4代目は、スタイリッシュなデザインと最新の利便性、キアノアイデンティティである。 タイガーノーズをベースとしたシンフォニックアーキテクチャラジエーターグリル、C ピラーの立体パターンクロームトリムとリアコンビネーションランプで構成され、スマート電動スライドドア、スライドドアとテールゲートの同時開閉、乗降ライトなど様々な新技術も採用されている。キアカーニバルカーニバル。ありがとうございます。